ホークシリーズよりさらにパワーアップしたファルコン。今回はホークシリーズと比べどう進化したのかをご説明します。ホークシリーズのデザインを見事に受け継ぎ、5つのライトシステムを備えた完成度は非の打ちどころがありません。まずレベル1、バックライトモード。今まで3つの LED が光ることにより文字盤を照らしていましたが、6つに増えることにより文字盤をくまなく照らしてくれます。約5秒間続きます。次にレベル2、エクストラライトモード。ここが一番変更されていて、前回まではオレンジ色のライトだったのに対し、白色に変わったことにより暗闇でも色合いまではっきりと確認するほどになりました。直視できないほどの明るさが特徴です。約20秒間続きます。レベル3、ボタンを押すとエクストラライトが点灯し、ライトの充電がなくなるまで点灯しっぱなしになります。レベル4、ボタンを押すとバックライトが常に点灯した状態で固定され、ライトの充電がなくなるまで光り続けます。レベル5、もう一度ボタンを押すとエクストラライトを固定するモードに切り替わります。こちらも先ほどと同様でライトの充電がなくなるまで光り続けます。軽くて丈夫なチタン素材を採用し、誤作動を防ぐためにライトを操作するボタンまでねじ込み式に進化したファルコンは、さまざまなシーンで役立ってくれます。